吉田さん、よくね、お金お金って言うとね、なんかいやらしい雰囲気がするっていうふうに言いますよね。私も 100% 綺麗だと思わないんですけども、まあタイミングによってはね、金の話今すんなよみたいなこともあるんですよ、正直ね。でもそれにしても、お金を稼ぐとかお金を儲けたっていうことは、それだけ誰かの役に立ったっていう解釈は、まあ変わらないんですよ。だからね、役にも立たないことで、お金を払うっていうシチュエーションっていうのはもう暴力とか強盗とか詐欺とかね、あんな感じになっちゃうんですよね。いや本当助かってありがとうって感じで払っていただける、この関係をいかに作っていくかがビジネスであり提供と感謝なんだろうなと思うんですよ。で本当にね、言葉っていうのはそれをどういう意味付けにするかっていうことで自分の格が問われているとも言えるんですよね。で私があんまりこれを言うとね、お金に困ってる人、お金を稼げてない人はじゃあ誰の役にも立ってないのかって言われて困っちゃうんですけども、まあそういう側面は正直あると思うんですよ。ただ度合いの問題で、お金をいただけるほど役には立てなかったか、お金をもうね受け取ってほしいぐらい感謝しているっていうふうに表現されるかなんだと思うんですよ。で中にはものすごいいいことをしたのに、その提供した相手がね、ちょっとこういろんな考え方でお金をガンとして払わないっていう人もいるんですよ。価値を感じたのに払わないっていう人もいる。だから様々いますんで、自分とね気の合った人、本当にありがとうでお金が払える人、そして自分自身も誰かに対してここまでやってもらったんだったらただってわけにいかないよねっていう感じで、もうね請求されなくても払いたくなるような、そんな関係でビジネスっていうのを組み上げていけば、まあ生活っていうのはとってもね楽しくて豊かになるもんじゃないかなと思うんですよ。で言葉の定義ということで言うと、まあ私のね大和くんは不妊治療で生まれたんですよね。で不妊治療をしたんだけど、いろいろやってみてお金のかかる顕微授精っていうね第3段階まで行ったんですよ。第1段階があって、第2段階があって、第3段階、まずはねタイミング療法っていうのがあって、それから体外受精っていうのがあって、で顕微っていうのがあってね、それ第3段階で、それがダメだったら第4段階までだったわけなんですけども、まあ金はむちゃくちゃかかるんですよ。私の場合は一発なんか何十万とかね、一発100万みたいなやつまで行ったんですよね。で当然所得が大きいと補助金がないんで、何の補助もないまま全部手出しみたいなね、そんなことがありましたけども、でも私はその最先端の科学で生まれたっていう風に感じてるんですよね。今の時代のこのテクノロジーがなければ生まれなかったんだろうなと思ってますね。まあ、そういう意味でどんな言葉を盛り込むかによっていろいろ変わってくるんだなってことですよね。いってらっしゃい。